はいどうも皆さん、こんにちは。えー、友達がキャバクラで、え1日で2000万使った時がある。はい。えー、で、えー、そうなんですよ。 僕はもう、キャワクラとか行かないんで、一銭も使わないんですけど、でもなんかそういう付き合いとかで行こうよみたいな結構何回かあって、で、まあ、どうやって稼いだのかわかんない。まあ、ちゃんと、あの、会社をね、起業してバイアウトしてっていうやつもいるし、まあ、お前はそうじゃねえだろってやつでも、いや、結構一千万とか二千万使っちゃうんだよ、一日で。うん。で、結構それは二回か三回ありますね。あとなんかカジノとか、まあ、これは日本か向こうかって言わないですけど、まあ、一日で三千万とか、うん。いや、全然いたんですよ。 まあ、うん、まあ、まあ、それこそ、普通に自家用ジェットみたいなのがを用意して、ラスベガスに2日間とかで遊びに行っちゃうみたいな。で、バッチリガンガン使って1億ぐらい負けて帰ってきちゃうみたいな人もいましたね、うん。僕はそういう人とは付き合いはありません。はい。えー、ってことで、そんな感じでお金は無駄遣いしないようにってことで、僕は気をつけてますが、今日はもう、なんだろう、ういつもはね、もう昨日はキュンタン特集、人生はキュンタンっていう感じだったんですけど、もうね、まあちょっとだけね、あの、胸クソ悪いシリーズを、ちょっとこう、胸クソ、バチクソ、根 特集っっていいいうのをね、えー、ちょっととつだけ僕あげたいと思います、うん、だなんか、車の、あの、YouTube とかで曲がってる、あの、あれだよね、煽り系はムカつくじゃん。で、プラスアルファ、僕が最近思ったのは、窓から手出してタバコスタイル。あれダメよ、あれ。イラつくんだよな、あれ。で、そういうやつはやっぱ運転もこんな感じだし、で、肺がパンパン飛んでくんのよ、後ろに。あれ大変だよ、後ろでランボルギーニとかでさ、こう、上開けて走ってたら。喧嘩になっちゃうよね。うん。ああ、ダメよね。あれちょっとなんかイラつくんだよね、僕は。うん。 が一つとあとなんかなんだろうななんか何かとカネカネスタイルのやついやーそれ高いなとか高いから行きたくないなとかなんちゃらとかまあなまあまたなんか。えー あ、それやるにはお金が必要ですとか、なんかもうやたらお金をアピールしてくる下手くそなやつ。なんかその、そのなんか、金金スタイルはダメだよね、なんか。うん、高いから安くないからとか、なんかそれだったらなんかできるとか、なんかこう、まあまあなりがちなんですけど、なんかね、そういうの嫌なんでね。うん、なんかいます。言い,い,いますし、 まあ僕もそういうとこあるんですよね。だからなんか、あんま言いたくないなっていうとこかな。ああ,あとは、あとはなんだろうね。三つ目っつったら。うーん、なんだろうななんかあったっけな。ま、だからあんまないっすよ。だから、ほんと、バチクソ、胸クソ、悪いっていうのはね、ないよね。 うん。だーっとあったあった、昨日ご飯食べに行って、あのー、まあ、別に店員さん元気よく普通にあのー、あの、男性の方がやってたんですよ。で、外国人の方もスタッフにいて、で、店がお昼時で混んでたんですよね。で、その女性、男性の方に僕も頼んで、こう言って、で、まあ、出てきたと。カレーライスが出てきましたと。で、次、サラリーマンの二人がいて、で、なんか、結構何回もこう、お願いします、これお願いしますって言ってんだけど、その男性の方がちょっと忙しくて、ふ、なんかこう、ちょっと 気味になったんですよね。で、女性のちょっと若い外国人のあの方においとか言って、あこいつがよとかって何も言っても向かねえからさ、ちょっとやってもらっていいみたいな感じで、もうそのこいつっていうのをその男性に聞こえるように言いながら、なんつうのそのクレームもそうだし、やってるみたいななんか胸苦悪いよね。この待ってるじゃん。別にそんな言い方はしなくていいのよ。うん、こいつがよクソ、いやこいつがよクソだからさみたいなこと言ってんのよ。お前だよっていうの。クソピーなのは本当なんかね。だからね、あいよんって。 ダメよ、ほんと、地獄落ちんのよ、ほんと。で、その後ご飯さ、同僚と二人で食べてんのなんか、美味しくないじゃん、そんなの。だからなんか、まあ多少イラーッとしても、まあその場の状況で言うとなんか慣れてなかったのよ、その男性の方も。そんなんもしょうがないじゃん、入ったって。 瞬間なのかもしんないし、で、お昼で忙しいのかもしんないじゃん。で、不器用なだけなんじゃん、別に。そんな、無視してやる、仕としてやるなんて思ってないのに、そのなんかこいつが何々だから、みたいなのを言うのはダメだっまあね、僕視聴者と登録者数多いから、もしかしたらその男性のサラリーマンの方見てくれてると思うんで、もう,もう全然そんな人数いない。やめて、ねはい、やめて、はい。<laughs> っていうことで、今日久々の車からお送りしますね。で、まああとは近況報告で言うと、うん、えー、そうですね、不思議の国のアリストキスはまだ800手前でちょっとくすぶってますね。うん。 ぜひ皆さん一回一回ポチ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 していただければなと思います。で、今日は雨なんだけど、全然僕は晴れと雨も関係ないですね。面白むしろシャンプー持ってきたんで、もう後でファーってやるんだけど、そう、そういう時に限って小雨になってくるのよ。もう全然泡ベッサーつけながら、もうさ、後でコンビニ行くんだけど、もうしたらもう通報されちゃうよ、そんなやつが来たら。ね。なんで、あのー、TPO は気をつけましょうってことですね。うん。あとは、まあでもね、コロナコロナって言いたくないですけど、うん。まあ本当無症、無症状とかで結構、やっぱ皆さん、えー 結構医療従事者の方でね結構お話聞いたりするとあのお医者さんとか先生に聞いたりするとやっぱ無症状でいたりするらしいんで若い子たちはね。 で、まあ、自分は平気だと思っていても、ま、あバラまけ散らかしちゃうみたいな感じがあって、それで、ね、まあ、大切な仲間や友達、恋人に移しちゃうみたいなのがあったりするから、まあ、そこはちゃんと検査したりとか、ま、あま、あ外出控えたりっていうね、感じがいいと思いますうん。マジで。あ、うん、マジ。うん。ほんとそんな感じよ。でもふざけて言うけど、でもま、そんな感じだよね。うん。の方がみんなハッピーじゃんって話。うん。ボリ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 ,ボリ。昨日は夜ご飯はね、サイゼリアでちょっとイカスミのスパゲティ食べて、え、口を拭かないでそのままレジに っていうのをね YouTube でも何も回してないのにやってみたらもう店員さんがただただついてるよーみたいな感じの目線だけを食らって終わりましたってことですねまだついてるのこれねそれヒゲダッツやかもしれませはいってことでね今日もね うん。全然、あの、胸くそ悪いね、YouTube になっちゃいましたが、うん、まあ、一回一回毎日毎日やってるんで、えー、こんな回もあるってことで、えー、楽しんでいただけたのでじゃないでしょうか。えー、明日の僕の予定は、えー、リベンジ、えー、秋葉原に、ヨドバシカメラに、MacBook Pro 買いに行く、チャレンジ。もう今日はね、もう、次こそ買いたいんだよちゃんとレジまで行ってね、お会計済ましたいです。何せね、そのね、お金持ってるわけじゃないよ。そんななんか、ビンチラ化してるわけじゃないんですよ。でも,もお金持ってるわけじゃないんで、あれですけど、 でもなんかさ、なんか自分のスペックで言うと30万ぐらいすんのよ。それを、なんか今使える MacBook Air があるんだけど、いや、必要ねえんじゃねえかなと思ったりすんのよ。要はなんか iPhone10 持ってるけど12にしようかなみたいな。まあ、11から12みたいな感覚に近くて。 まだ使えんじゃないか、使えんじゃないかなっていうね。でもなんかね、欲しいのよね。プロ、ちょっといろんな意味で。うん。絶対、コスパよっか、あのー、サクサク動くじゃん。っていう意味では、全然違うんで、欲しいなと思うんですけど、いざ店頭に行ってね、その、あれになると、まあ高いお買い物じゃないですか。うん。まあ、掃除機でもそうだし、まあ、ダイソンを買うみたいなさ、感じじゃん。なんか、8万円ぐらいの掃除機。なんでね、ちょっと明日もまた、あの、秋葉原に、 え、ちょっと、MacBook Pro をやりに、買いに行くんで、もしかしたらね。まあ、その後暇なんで、もし秋葉原うろちょろしてる方とか、まあ、もしあれだったら、あの、連絡いただければ、えー、一回ね、LINE でスタンプやりとりするぐらいの感覚でいいと思うんで、うん。あの、ご飯でも行きましょう、もしあれでしたら。うん、ナンパー新手のナンパ でも、登録者数が少ないから、なんないのよ。はい、全然。はい、ということで8分30秒になりましたんで、えー、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。えー、チャンネル登録、いいねボタン、えー、現状維持でお願いします。えー、昨日、おとといで1人、1人減ったので、えー、2人増えるのを、えー、狙っております。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。また次回明るい話題でお会いしましょう。じゃあね、ピース。バイバイ。